配心配心配になります。何がだっけ、何がゴールデンウィークになったの、子供の日とか、え、あの鯉のぼりとかするやん。嘘、子供の日、あ、そっか、そうそうそう、多分そういうことか。もうかまへんね、そういうあれなのね。どうしよう、5月ですよね。しかも携帯もう一個あるんだから調べてよ、ゴールデンウィーク憲法記念日、緑の日、子どもの日ですって。でなんかじゃあこの日も休みなら、うん、一回休みにしちゃおっかみたいな感じがゴールデンウィークですよね多分。え、緑の日もあんで、それでなんか緑の日ちゃんとツイートした、昭和の日もあるし、あ、昭和の日、じゃあ令和の日、あ、令和の日を作るってこと、うん、お、いいね。あ、でも令和の日ってなんか令和始まったのいつやったっけ、5月30とかやったっけ、知らない、いつやったっけ皆さん考えもしようとしてない知らない、何作りますか、ゴールデンウィーク作るなら国民全員あえて何もしない日、いや思うんですよ、ゴールデンウィーク作るならやったっけのプラスもう一日休み作るならみたいな感じで、日にちも、いや、いいんじゃないですか、日にちなくて、5月1日やって、令和、じゃあ令和の日でいい、あ、うん、聞いてるわ、確かに1日って、じゃあ令和の日、はいよ、みんなこんな感じで決めていきます、うん、あ、じゃあうちら杉の信号考える、なんて言語やったっけ、杉の信号って言いました、杉にセコーラル考える、いいですよ、令和の日、お題変わってきてる確かにそんな日なら決まんなくなってきちゃうでもな、今回のあれやで、旅行券やで、そうやんね、え、欲しい、待って待って、はい、野球券だよ、みんな旅行券もし1位も狙ったら何、3万円やんな、3万円、3万円、はい、もらったら111で顔切って、なんでですか一緒に旅行行こう、絶対嫌なんですけど3万全部使うんですけど自分一人で一人で旅行に、いや、でも旅行行きたいって思ったんですよ、だから絶対に1位取ります、だからやっぱ一癖しないと、そうやね、それが思い浮かばんのよ、でも一癖してもなかなか選ばれへんからな何がどうしようかな、何がいいかな、ちょ、みんな本気で考えて、本気で爆乳の日にしようって、意味わからん爆乳じゃない人のどんな気持ちでその日を過ごしたらいいんですかゆうちゃんだけやんけ、そんなどうしてくれるんですか、いいよ、美尻の日作って、美尻の日、顔だけやからなのかな、なんて、あ、そう、写真集の、あの、3、3つに分けたら、そう4分割、そんな話をしてたんですよ、この間オタクの日、え、まだ何でですか、ゆうかに、ゆうかの日は何って言ったら全然出てきゆうか全部揃えたら揃ってるやんな、うかうかゆうか全部揃ってるやん、はい、だってありますもん、だって写真集のお尻の動画見たけど、どえ動画見たんですかお尻がお尻してたお尻がお尻してたお尻がお尻してたらしいです、でな、もう一個見せてもらってん、やっばいやつマイティと何度見かした、どんなんですか、え、一回表現してください、そんなマジなあからさまに抑えてないあの、これがこれでだいぶ変わってきますよこれはしてない、これはこれか、これだいぶ違いますよね、寄せてた明日の YouTube に、うん、あの写真集のオフムービーの写真をぜひ見てください、見ます、あ、それまだ、見ます、何段階に分けんねんけど、明日は表紙の3カットの分載せようと思って、だからお尻見て、じゃあ、おはようございます、見ましたか、動画見ましたか、動画見ていただきましたか見てそうですね、あの反応はなんか結構ファンの人タグ付けして送ってましたよ、送ってたよな、はい、だいぶいろんな量の直接言った方がいいんじゃん、はい、こっちも行ってください、すいま
ません飲み物買ってるところ背中越しに聞いてください。まあ今まで人狼だったり、まあ、YRF だったりいろいろ YNL さんでやらせていただきました。確かに、まあ、最後の締めに、確かに、まあ、ダンサブルで、はい、まあ、なんか記念に旅行とか行けたらいいなと思っています。いいな、せーの、お願いします。現地集合でいいですか？現地集合、現地集合、現地集合だって、みんなで行きたい。あれですよ、現地集合、現地解散ですからね。本当に、どうするの企画になったら。本当に、多分北海道となったら、うん、それぞれで飛行機取って、え、マジ？本当にそうなります。え、じゃあもうこれ絶対当てなあかんやん。当てるって言うから、そうやね、これ当てなあかんで。確かに、これを、うん、考えてみてください、うん、さあ、1位、うん、2位、3位って当てたらね、うん、5万とかですよ。あ、全部で。じゃあいける？そう、往復で。だって3万円、2万円、1万とかですよね、多分ご褒美が。じゃあ6万円あるから2万、うん、2万、2万にして、うん、で、往復やったら、うん、あ、でもチッヒーがいる。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫、分けて4等分して、だからこの4人の誰かが1位、2位、3位になったらいいね。そう、ほんまや。で、もうマユネーヌさんに持ってったらいいんですよ、ね、そう、はい、これでって。これでお願いします。これでお願いします。自らね、貢献する。絶対やらなあかんやん。よし、ちょっとガチで考えます。ガチで考えましょう。みんな休みの日を増やすっていうあれなんですけど、何やろ、子どもの日とかでしょ。リアルとか。へえ、そうやな。やっぱちょっと NMB っぽい、 NMB っぽい、うん、なんだろうな、何ですかね。いや、ショートカットの日とかも思いましたけどね。あ、いや、思いました。でもやっぱちょっとひねり欲しいなみたいなとこはありますよね。めっちゃ真剣、久しぶりにナングラをこんな真剣に考えてる気がします。確かに母の日とか父の日とかあるけど、娘の日、子供の日ってことか。お姉ちゃんの日、お姉ちゃんの日、お姉ちゃんの日、おばあちゃんの日は、そう、あれ、敬老の日がある。 あるんですね、敬老の日がある。敬老があるでしょ。じゃあ、おじ、ひいおじいちゃんも敬老の日入るんですかね。入るんかな、うん、金子さんの日作る。みんなが金子さんに感謝する感謝する日、うん、いいですね。支配人の日、うん、支配人の日、そう、素敵。アリって書いてる。金子さんの日、アイドルの日、やっぱでも金子感謝の日。でサラダ記念日って何？何ですかそれ。なんかサラダ記念日ってな、なんか聞いたことありますか？これ理由も言わなあかん？いや、どうなんでしょう。なくてもいい気もしますけど。農山行で、うわあ、いいね、そんなん作ってあげたい。いい、え、5月1日恋の日、かっこ推しの日やって、おお、すごい、なんかバレンタインの次のイベントになりそう。すごい、確かにバレンタインって、うん、その現実にいる人にしか渡せないものじゃないですか、うんうん、その絶対に叶わない夢を応援する日はどうですか。絶対に叶わないとか言うのかわいそう。どういうこと、どういうこと。だから推しとの、そうそうそう、推しが例えばその2次元か、うんうんうん、2次元の可能性もある、こういうアイドルっていう可能性もあるじゃないですか、うんうんうん、そういう人の恋を応援する日、あ、もうないじゃないですか。5月1日恋の日、恋の日ね、アイドルの日。4日って何の日なんやろ。推しの推しを4にして、うん、推しの日、推しの日、推しの日。でもなんかそういうのいいですね、アイドル関係日。アイドルといえば、みんな何言ってんのやろ、何ぐらいで。確かに、まだ少なかった気がする。4日は緑の日か、推しの日、お茶の日とか。お茶？
なぜですか？おー全員飲むやん。そうやけど。なんて浅い理由なんでしょう。全員飲むやんが帰ってきました。ちひ5月12日好きだむし記念日甲子園で好きだむし。あー本当に流れ。あーそれでも選ばれそう。いいやん、いいよちひ、いいよいいよいいよ。ちひさん勝手に巻き込まれてます。いいよ。粉もんの日5月7日。めっちゃいいやん。粉もん、粉もんの日確かに5月7日。ちょうどゴールデンウィーク中か終わりかじゃない。ちゃんと理由も書いてますね、メンバーは。書いてんな。シンシン、シンシン付き合った記念日やって。さすが何言うてんねん。あれはるきゃ5月30。さだのはるか生誕1ヶ月前の日や。ブイ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 。あの、泉の日。泉の日、ゴールデンウィークを惜しむ日。惜しむ、あ次の最終日ってことですよね。いいですね、それ。ゴールデンイブ、ゴールデンウィークイブは、ああ一日でも始まるのいつも人それぞれやもんな。ゴールデンウィークが、なんかそうですね、確かに。どの日ってなれへんの。惜しむ日はあってもいいですね。でも粉もんの日ってどう。ゴールデンウィーク延長日、極秘、5月4日極秘の日。5月2日はウークが卒業発表したからショックの日やで。あ、いいね。アフターゴールデンウィーク、それじゃかな。ショックの日。みんな一旦落ち着こうみたいな。休もうって。恋の日が多い。推しに会いに恋の日。うん、あいいと思います。推し、ね、推し、恋、推し、恋の日か粉もんの日、どっちかがいいな。なんで粉もんの？5月7日、大阪コーナー。粉もんの日。どっちが勝てるかな。ナングラーの今までの5月31日、6月祝日ないからとりあえず休んどこかの日。それいいですね。私取ったことない気がする。それいいですね。あ、1回だけあるんかな。粉もんいい、それにしようかな。何する？5月31日、そのゴールデンウィークからちょっと離れた日に、6月は祝日ないからとりあえず休んどこかの日。いいよ、それでいいよ。いいですよね。いいね。じゃ決まりました。5月30度、ゴミゼロの日、その日を1日かけて共有スペースをティッシュで掃除する日。いいね。なんで？ゴミゼロの日にして、うん、その日は1日かけて共用部スペースをティッシュで掃除する日。あ、いいな。ね、それにしよう。いいじゃないですか、うん、決まりました。覚えてる、チームメイトのみんな覚えてるよね。はい、覚えてます。いた。何、あ、いた。あなたがティッシュ箱してなかったからでしょ。ずっと言うてくる。おー、惜しすぎや。選ばれますように。選ばれますように。旅行行けますように。粉もんの日、出ました。あとね、 YouTube のチェックがまだ入っていなくて、ちょっと今日更新できないんです。明日あげれたらいいなと思っています。私は明日の朝8時に YouTube が上がります。見てください、見てください。水着の、申し訳ない。あ、それは見なきゃ。それは見なきゃいけないよ、みんな。それは見なきゃいけない。はい、ではランキング発表していこうかなと思います。立ったと思います。ありがとう、皆さんお付き合いくださって。あ、今立った。15分、意外と15分経ってなかったんだ。めっちゃ喋ってたと思ってた。11、12、何位でしたっけ。13位からだったっけ。13位からだ。13位、吉野さん。12位、くるまくん。11位、西拓さん。10位、 NMB 最高さん。9位、赤毛のすみほさん。8位、えみこさん。7位、ことはちゃん。6位、さえちゃん。5位、かなぴ。4位、 ALFIN アルフィンさん。3位ユッキーさん、2位野原しんのすけのすけさん、1位ナナちゃん、ありがとうございます。ありがとうございました。この後アフタートークに出演します。配信あるかちょっとわからないんですけど、もし DMM 配信があればぜひご覧ください。ありがとうございます。バイバイ。ワオさん、ありがとうございます。9位